えー、いきなり余談です。私の、えー、手持ち、黄色、最強アタッカーは、ワドルズです。マナ速で、転移マインドレスアタックを放つ。あくまで私の手持ちでは、最強は、ワドルズなんです。えー、では、えー、2023年3月、ソウルエクスチェンジについて、私自身は交換しないくせに語っていきます。アスラーガン。 好英雄なんですけれども、えー、マナ超速で、かなりしつこくて、えー、レイドの防衛チームでもよく見かけますよね。アスラーガン強いと思います。オーディン、えー、白姫フランシーン、モロ、コスチューム側をもらえるのはまあありかなと。ヤンマイは私あの、アセンドさんで止まっています。で、こ だからですよね。ダブリア。マナスピード普通で40%復活ダメージ、えー、復活英雄。これは使い道がいろいろとあるんじゃないかなと、えー、ありだと思います。シャオ2はリリース当時かなり回したんですけれども、えー、手に入りませんでした。えー、攻撃側で かなり生える能力ですけれども、この655%ダメージっていうのは、相手の防衛チームにいても嫌だなぁと、えー、シャオトゥー欲しかったです。シナモン、えー、この氷属性のマイナス54%ダメージっていうのは、タイタンで、えー、大活躍するのではなかろうか。 エーカナイトは、えー、忍者で、1で使っても全員にミニオン呼べるのがいいなぁと。ナルシサ、えー、マナスピードが速くて、相手全員の攻撃力を下げてくれる。こういう、あの、時間稼ぎをマナスピードの速い人にやってほしいんで、えー、ナルシサ、ありだなぁと。 えー、個人的に欲しいのがアンです。えー、手持ちで、えー、星5黄色攻撃英雄っていうのが寂しいんで、もうアンめっちゃくちゃ欲しいんですけれども、えー、交換できる手持ちが足りないです。クピード、えー、マインドレスヒーリング。マナに影響を与えるスキルっていうのが好きなんで、 えー、クピードいいなぁと。バブルス。この定員マインドレスアタックが面白いんですよね。だから、えー、バブルスがめっちゃめっちゃ欲しいです。えー、今回私あの、交換できるなら、アンか、バブルスで悩んで、バブルス選ぶかな。手持ちのバランスを考えると、アンなんですけれども、 このテインマインドレスアタックはもう大好きなんですよね。えー、最後、ええー、緑で、えー、ミニオン撃破を持っているアトス。これもあの、マナ超速で、えー、使える場面は多々ありそうですが、まあ今回私は悩むとしたら、アンとバブルスで悩んでバブルズにするかな。けれども、えー、っと、この2への英雄が足りないんで見送ります。 あくまでも個人の、個人の手持ちと相談した上での感想でした。ではでは。